お疲れ様です。今回はトランスフォーマーシリーズ超わかりやすい動画やっていきます。まもなくトランスフォーマー1が9月20日に公開されます。この動画ではシリーズのこの面白い成り立ちのお話がありまして、膨大なシリーズを整理し、楽しみなトランスフォーマーの未来のお話をざっくりとですね、予習しておくことで、新作をもっと楽しもうという動画になっております。このチャンネルは好きな作品がもっと好きになるような情報やストーリーを発信しておりますので、チャンネル登録、高評価、何卒お願いいたします。過去のアニメシリーズなどのざっくりとしたネタバレありますので、お気をつけください。それでは早速、参りましょう。まずは変形してきた成り立ちからお話ししていきます。このトランスフォーマーの始まりというかルーツも面白くて、まさにこのトランスフォーム、変化していきながら成功を収めてきました。もともとは創業者の佐藤康太さんが、最初はですね、このビニール工業所だったところが、まあ、後にこのタカラという会社に名前が変更されていきます。1970年代、もう高度経済成長期の末期に差し掛かって、日本企業がどんどんとこう海外進出に行って、海外の企業とか、海外の販売している商品をこう取り入れたりしている時代です。当時はですね、バービーが海外でも人気、日本でも販売されていて、このバービーってちょっと大人っぽいじゃないですか。日本の女の子たち、子供たちが遊べるように、デザインされたリカちゃん人形をタカラは発売していきます。そこからさらにですね、この着せ替え人形のブームというのが男の子にも変わっていきます。アメリカでハズブロ社が出している G.I. ジョーというですね、兵隊さんなんですが、これをタカラが日本を販売していくことになります。特に戦争ごっこってのはやっぱりなんだかんだ言って好きなんですが、当然日本としては、まあ、敗戦国でもありますので、その子供たちのお父さんのさらにお父さん世代とかも戦争を直接体験しているので、G.I. ジョー、男の子の着せ替え遊びとはいえ、やっぱり抵抗感があったということで、タカラは新しい商品として、当時は変身ブームが来ていました。ウルトラマンとか仮面ライダーも来た後なので、変身サイボーグ、G.I. ジョーの中身をクリアな機械のマシンのようにして、そこにですね、変身セットを用意して、ウルトラマンの加工とかできるようにですね、新しいこの着せ替えブームを巻き起こしていきます。その後ですね、ある変化が時代に訪れていきます。1973年、オイルショックの訪れとともに、日本のぐわーっと来た成長期がストップ、終焉を迎えていきます。この時に、目をつけて、安くて10センチぐらいの小さい玩具に、方向転換していきます。そこで発売されたのがミクロマンシリーズです。なんといっても、元々のこの10センチぐらいのサイズ感が、もうミクロマンのこの等身大というか、このサイズがミクロマンっていうキャラクターなので、身の回りのもので遊べたりします。なので、このテーブルの上でごっこ遊びをする。それがもうそのままミクロマンのサイズ感なんですね。後期に入っていくと、ミクロマンの中でもこのミクロチェンジっていうですね、このロボット、この変形が見どころになっていきます。時代はさらに進んでいき、1980年代ですね。当時はもうすでに1973年からマジンガー Z がですね、人気になっていき、超合金ロボット、遊ぶおもちゃも金属製のずっしりとしたロボットも人気になっていきます。このスーパーロボットたちの始まりに加えて、大巨頭ですね、ガンダムが人気になっていき、ガンプラがブームを巻き起こしていきます。ここでもまた新たな挑戦、変化を発生していきます。先ほどもあったミクロマンのその小さな人形と変形メカの面白さを融合させたシリーズ、ダイアクロンというシリーズを発表します。その小さくなった可動人形ですね。パイロットとロボット、この2つのシリーズにして、ハマった人はそのシリーズを買い集めていくと。これがアメリカでもですね、テスト販売した時に結構好評だったらしく、そこに注目したのが、先ほども業務提携があったハズブロ社が協力関係になっていき、このダイアクロンシリーズをアメリカ向けに新たな設定を加えて、グローバル向けにこの再構築したものがトランスフォーマーシリーズになります。ここではアメリカ進出のために、このハズブロ社のね、要望とか意見を受け入れなければいけないというところで、この作り手側でいろいろあったそうです。やっぱり乗り物っていうのはね、男の子大好きですし、アメリカとかだと、ガンダムみたいなこの人が操縦するロボットものよりも、ドロイドみたいな感情を持つ機械生命体の方が人気があったみたいなんですよね。例えばスターウォーズで言うと C3PO とか R2D2 って感情があるっぽいロボットというかドロイドじゃないですか。ああいう方がやっぱり親しみを持てたらしいんですね。当然最初は売れるかどうか不安だったんですが、
販売してみるや北米を中心に大ヒットとなっていきます。それをきっかけにですね、今度は日本に客輸入することを考えます。会社の中からも反発がありながらも、いや世界中に受けるグローバル向けに作ったから日本に持ってきても売れるはずだということで確信を持ってやったところ、日本でも人気になっていき、タカラとハズブロ社を代表する世界的人気シリーズに移行もなっていきます。1986年には漫画化されて、このコミックを一番最初に担当したのはマーベルコミックが担当している。その後は1986年にアニメ化もされていく。これまでこの培ってきた商品戦略をこううまくミックスさせていき、グローバル向けに変化していき、大ヒットを遂げて日本に逆輸入させた。日米のそれぞれこう衝突もありながら協力もありながら大ムーブメントを起こしてきた、この変化してきたシリーズもですね、ざっくりとおさらいしていきたいと思います。結構ですね、この辺がぼんやりしてる人多いんじゃないでしょうかね。それぞれいろんなトランスフォーマーがあります。一作目の戦い超ロボット生命体トランスフォーマーが74話もあった後、2010が32話、ヘッドマスターズが38話、超人マスターフォースがあって、ビクトリーがあって、ビーストウォーズがあって、ビーストウォーズがあって、ビーストウォーズネオがあって、メタルスがあって、カーロボットがあって、マイクロン伝説があって、スーパーリンクがあって、ビーストウォーズリターンズがあって、スギャラクシーフォーズがあって、アニメイテッドがあって、プライムがあって、キュートランスがあって、アドベンチャーがあって、アーススパークあるとね、すごい多いし、それぞれ話数も多いですよね。ここでお知らせです。これでもまだ全然一部です。ウェブ配信だけのトランスフォーマーの話があったり、 OVA 版もあったりですね、今だとこのネットフリックス版も配信されていたりと、実写のこの映画シリーズもあってことで、めちゃくちゃ作品多いのがシリーズの特徴です。まあそれも日本でアニメが作られたりとか、海外でも作られたりっていう、この作られるこのネットワークが一つの国だけではないっていうところも、この多作になっている一つの特徴だと思います。日本で作った作品が海外でも展開されていって、海外で作った映像作品が後に日本でも公開されるようになったりと。僕も正直ですね、まだ把握しきれてない部分あると思います。他にもこのコミック作品とか、いろいろあるみたいなんですけれども、ここでは、その大まかな軸となる G1 と呼ばれる、この作品群のストーリーをですね、ちょっとざっくりになるんですが、ご紹介していきます。まあ、詳しい人からするとね、結構はしょりすぎと思うかもしれませんが、まあ、この辺はですね、ご容赦いただければと。今現在、公式のね、YouTube チャンネルで、初代のアニメがですね、無料で見られますので、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひともご覧になってみてください。一番最初が1985年ですね、戦い超ロボット生命体トランスフォーマー。監督を務めるのは、日本の方ではなくですね、海外の方ですね、中国系のアメリカに渡られた方なんですが、ネルソン・シンっていう方で、ピンクパンサーとかね、スター・ウォーズのライトセーバーのあの光り輝く部分のエフェクトだったりとか、アニメスタジオを立ち上げられて、X-Men のね、アニメなども作ったりされる、主にこのディレクターを務められて、アニメを作ること自体は東映動画、日本のアニメーションスタジオで行われております。まあ一部ね、海外のアニメスタジオでも作られたりしております。あらすじですが、トランスフォーマーたちの母性セーバートロン星というところがあります。平和を愛するサイバトロンたちと、武力による統治をしようとするデストロン、海外だとディセプティコンっていう名前ですね。日本に逆輸入するときに名前をですね、一部分かりやすくしてあります。この二つの勢力は長きにわたりセーバートロン製でずっと戦争をしております。サイバートロンたちの総司令官はコンボイ。まあ、この作品の軸となるキャラクターですね。アメリカではオプティマスプライムと呼ばれております。そして敵対勢力のボスは破壊大帝メガトロン。この時の最初のメガトロンっていうのはですね、トランスフォームってやると、その銃に変形する、ちっちゃい銃に変形するっていうところも特徴的です。今はね、戦車に変形したりします。この二大勢力はですね、もう途方もないぐらい長い期間戦い続けています。その結果エネルギーがですね、枯渇しています。基本的にトランスフォーマーたちは常にこうエネルギーを探し求め続け、争い続けています。外宇宙にですね、エネルギーを求めるために探索に出たコンボイたちを追いかけてメガトロンたちがやってきます。そこで宇宙空間で戦闘になった結果、とある惑星に落下します。それからですね、長い眠りにつき、火山が噴火したことでもう一度ですね、動き出すことになりますが、その期間1年でも10年でも100年でもなく、なんと400万年もの間眠り続けます。まあ、太古の地球に来てずっと眠っていたわけなんですね。そして1985年に目覚めて、この星にあるエネルギーを争奪する争いが行われていきます。もうこの時には人間たちがですね、もう現代社会を築いていて、そこにデストロンたちがエネルギーをこせってやってきて、サイバトロンたちが守ってくれるっていうのが大まかな流れです。ちなみに海外ではオートボットという名前になっております。主要なメンバーも簡単に紹介していきます。ハウンドや、ホイールジャック、主に技術者ですね。
ラチェットは医療関係、人気キャラクターのバンブル、まあ、後にバンブルビーって名前で有名になりますね。仲間をですね、こう製造することができて、話の途中で増えていったりもします。恐竜を模したダイノボット部隊だったり、エアボット部隊、巨大なオメガスプリームなども途中で仲間に加わったりもします。途中で女性タイプも出てきます。エリータワンも登場してきて、そんなコンボイたちを作った長老的な存在としてアルファトライオンがいます。作品によってはね、アルファトリオンって言ったりもするんですが、敵対するデストロン軍団も個性的なメンバーが揃っている。サウンドウェーブですね。カセットロン部隊というカセットに変形して忍び込んでですね、登場したりとか、そこにしまっていた仲間を取り出したりもします。目立つキャラクターとしてはスタースクリーム、ジェットロン部隊ですね。このスタースクリームはデストロンながら常にですね、メガトロンを裏切ろうとするっていうね、何回も裏切るんですけど、その度にメガトロンはですね、こう許したりとか、手のひらで転がしたりもします。他にもこのショックウェーブっていうね、セイバートロン製でデストロンたちが400万年眠りについている間もこう守り続けているキャラクターがいる。ちなみに400万年経ってもセイバートロン製ではまだ争いが続いております。ビルトロン部隊だったり、インセクトロン部隊、農作物を食べ荒らかすっていうね、まんま虫な部隊も出てきたり、コンバットロン部隊も出てきたりとですね、多様な仲間たちが増えていく。人間たちも出てきて、ただいるお飾りじゃなくて、ちゃんとこう活躍していきます。メインの人間のキャラクターとしては、このスパイクっていうキャラクターが出てきて、スパイクはそれ以降もですね、よく出てきます。車椅子の少年ですが、非常にですね、天才的な頭脳を持つチップ、カーリーという女性キャラクターも出てきて、いい人間ばかりではなく、デストロンに協力するドクター・アーカビルなんかも登場してきます。トランスフォーマーたちだけが目立ちそうになるんですが、少年とロボット生命体が出会って、こう友情を育み協力する物語でもあります。そして、なんやかんや、なんやかんや、なんやかんやって、インカ帝国の地下遺跡があったり、アトランティスの王が出てきたり、忍者ロボットを人間が作ったけれども暴走したり、別の惑星の民族が出てきたり、機械植物生命体なんかも出てきてですね、もう怒涛の展開、非常に物語の自由度も高いです。めちゃめちゃ突っ込みどころも多いです。エネルギーを集めて、その資源を生成して、エネルゴンというキューブを使ってですね、作戦が成功した時にはそのエネルゴンで乾杯ってやったりもしていきます。翌年、1986年には、まあ、第2シリーズとなる、トランスフォーマー2010が始まります。一作目がですね、明確にメガトロンを倒したぞーってスパッて終わって切り替わるっていう感じじゃなくですね、こう、ぬるぬるぬるっと続いていきます。この2010は、あらすじはですね、一作目から25年後、あのユニクロンとの戦闘をした後、なんと総司令官コンボイを失い、新司令ロディマスコンボイと共に、ひとときの平和を謳歌してきた。ってね。見ている側からすると、え?っていうか、はぁみたいな展開になっていきます。話が急に飛んじゃうんですね。というのもここは裏がありまして、実はその1986年に、第一シーズンの後にですね、映画があります。ザ・ムービーがあるんですが、これが日本でもやる予定だったんですが、後になって、1989年に OVA で販売されることになってしまったので、話が急に飛んじゃった状態になります。いきなり総司令官がいない展開で第2シーズンが始まってしまいます。当時はですね、宝もなんとかこれをうまくマーケティングしなきゃと。コンボイが死んだっていうね、プロモーションをかけていきます。この急にコンボイがいなくなってしまったっていうその謎を解くっていう意味でも作られたゲームがトランスフォーマーコンボイの謎というですね、めちゃめちゃ難しいと言われたファミコン作品です。なので、初代が終わった後はですね、映画版の話になっていきます。時代設定はそれでもですね、第一シーズンからかなり経ってます。2005年。一作目の20年後っていう設定になってます。セイバートロン製はデストロンの占領下になっていて、ムーンベースという基地にサイバトロンたちは集まって戦っています。今作は一作目のね、人間のメインキャラクターであるスパイクの息子のダニエル君が協力してくれます。なんとこの映画作品で先ほども言ったように、コンボイがなくなってしまうという衝撃的な展開になります。ここでコンボイは胸をですね、パカッと開けて、マトリックス、サイバトロン戦士たちのリーダーの証でもあり、これまでの知識のですね、集積体となる、このコアみたいなものを引き継いでいきます。ウルトラマグナスにそれが引き継がれていき、ダニエルの親友でもあるホットロディマスに継承されていき、司令官、ロディマスコンボイに彼はなっていきます。この映画版で巨大なですね、もう星ごと食べちゃうトランスフォーマー、ユニクロンっていうのが出てきて、それと戦うことになります。このユニクロンがもう規格外の存在で、戦闘の中で重傷を負った敵であるデストロンに力を与えようって言って生まれ変わらせてくれて、ガルバトロンにここで変わっていくわけなんですね。この映画版ではクインテッサ星人っていうね、またこの後出てくるキャラクターも登場してきて、最終的には力を合わせてみんなでめちゃめちゃ巨大なユニクロンを倒すというお話になっております。このザ・ムービーはですね、
めちゃくちゃ作画とか崩壊シーンが細かく描写されたりとか、まだ見たことない人はぜひともこの時代のアニメーションを堪能してほしいです。このザ・ムービーが終わった後、先ほどの、まあ、いわゆるこの第2シーズンにあたる2010に物語は移っていきます。先ほどの映画版に出てきたガルバトロンがここで復活していき、全宇宙を舞台に戦っていく。先ほどの映画版にも出てきたクインテッサ星人が第三勢力的な形で戦うことになります。この時にトランスフォーマーたちの誕生秘話が明かされていくことになります。実は彼らはそのクインテッサ星人が作ったロボット工場で作られた機械だったんですね。そして自分たちが作ったロボットが何でもやってくれるということで、クインテッサ星人たちはもうどんどんと堕落していって、作ったロボットを戦わせたりとかいじめたりとかね、暴行したりして、もう奴隷扱い。そんな中で感情を持ったロボットたちが反乱を起こしていき、ついにクインテッサ星人たちから独立を勝ち取ることに成功します。その後ひとときの平和が訪れて、軍事ロボットたちがですねデストロンとなり、武力でこのセイバートロン戦を収めようとしていく。民間ロボであるサイバトロンたちはそれに対して抵抗していきます。ただ軍事ロボに対して民間ロボのサイバトロンたちは劣勢なんですが、そんな中で目覚めた力が乗り物に変形したり、飛行形態に変形したり、トランスフォームして戦いはさらに激しくなり、長期化していき、以降セイバートロン星では争いが続いていくことになり、その中でメガトロンが誕生していき、サイバトロンたちの方ではマトリックスがどん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 とリーダーたちに継承されていき、オライオンパックスという若者にそれが引き継がれます。後のコンボイになっていくんです。その後も世界観や物語はですね引き継がれていき、トランスフォーマーザ・ヘッドマスターズが作られます。こちらは日本オリジナル作品ですね。ここからアメリカと日本でラインが分かれていきます。今作には引き続きですねスパイクとカーリー、そしてその子供のダニエル少年も活躍してくれます。今作は先ほどのタイトルでもあった通り、これまでのトランスフォーマーたちとは違うヘッドマスター戦士というのも出てきます。400万年前に平和な新天地を求めてマスター星というところにですね不時着したまた別のトランスフォーマーたちが仲間になって戦いに加わってくれる。このヘッドマスターたちは自分自身をですねヘッド頭に変形させて、そこからスーパーボディに合体するというですね独自の進化を遂げております。この辺からはですねテンポよくどんどん進めていきたいんですが、その次の超人マスターホースはこれまでのですね一応こう設定を受け継ぎつつもガラッと変わっていきます。サイバトロン戦士たちは人型から変形してこういうロボットになる。なので通常はですね本当に人間の姿をしているんですが、トランスフォームするとまあこういう形になる。それはですねプリテンダーという名前になっていき、もうデストロンたちは悪魔型になっていきます。人とトランスフォーマーがですね合体するっていうことも起きて、これをゴッドマスターと呼び、人雷という青年がそのゴッドマスターと合体することで総司令官人雷なり、人雷がさらにですね合体することでゴッド人雷になっていくっていうね、もうどん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 と変化していきます。その後はトランスフォーマービクトリーが放送されて、この宇宙のいろんな敵対勢力と戦うことになっていき、ここで一旦テレビアニメシリーズは休止になっていきます。その後 OVA でトランスフォーマーゾーンというのがですねあって、ここまでが映像作品としては G1 の最後の作品になります。 G1 っていうことは G2 があるのっていう話になるんですが、 G2 はその後ですねアメリカでこう商品展開されて作られていきます。まあ、遅れてですね日本でもこの G2 の商品は発売されていくんですが、日本の展開はタカラトミーはですねこれまでの経験をですね他の作品につぎ込んでいくことになります。喋るロボット生命体、彼らと出会い協力する少年たち、乗り物が変形していき合体して強力なロボになり邪悪な敵対勢力と戦うことになる。その当時ガンダムを作っていて対象年齢が大人になっていたサンライズが子供向けに商品展開していきたいと、メインスポンサーでもあるタカラは、ハズブロ社との権利関係が複雑になったことで新しい自分たちのシリーズを作るためにサンライズとタカラが協力して爆誕したのがこの勇者シリーズになります。なので日本版とアメリカ版でラインが分かれたことでですねパラレル的な関係性になっており、日本で展開されているトランスフォーマーとアメリカで展開されているトランスフォーマーはですねちょっとこのまた違うストーリーラインになったりしますので、普通に楽しむ分にはですねあまり気にしなくていいのではと思います。先ほどの日本での G1 シリーズの映像展開が終わってですね8年後ですね、まあ、僕らの世代でいうめちゃくちゃ人気になったビーストウォーズシリーズが作られていきます。これもこれまでのシリーズとですね一応話としては繋がっていて、遥か未来の話なんですね。長きにわたって戦っていたサイバトロンとデストロンたちの戦いっていうのは休戦になりました。ですが
その未来の世界では初代メガトロンに憧れるビーストメガトロンですね、彼が反乱を起こし、それをサイバトロン軍団が追いかけたところ、過去にタイムスリップしてまた不時着してしまいます。その降り立った場所というのが、一番最初のコンボイたちが眠り続けている空白の400万年の時、太古の地球に降り立ってそこで適応するためにビーストの姿に変身するっていうのがこのビーストウォーズのお話です。その後にビーストウォーズ2が放送されるんですが、先ほどの CG 作品がやっぱり作るのに時間がかかるということで、その空白期間を埋めるために日本で作られたアニメになります。ビーストウォーズ2と言っていますが、ライオコンボイを主軸にして2とはいえこの別作品扱いになっております。このライオコンボイの続編がビーストウォーズネオになります。そしてこの年の後半にようやく先ほどのこの CG アニメのビーストウォーズの続編が出来上がったということで、ビーストウォーズメタルスが公開されます。そしてこのメタルスのトランスフォーマーたちが戦いが終わったと、元の時代のセイバートロン星へ戻ったよっていうところで、ビーストウォーズリターンズの3作品目の話になります。他にもいっぱいって飛ばしたんですが、それぞれこうガラリとイメージが違ったりもします。なのでこう見てる世代の人たちで味わったトランスフォーマー作品っていうのは結構違うと思います。個人的にはネットフリ版でトランスフォーマートリロジーっていうのがやってて、セイバートロン星での戦いからそのビーストウォーズのねコンボイたちとこう合流するまでの話がですね、新たにこうリメイクされたものがありますので、終わり方もメガトロンたちと一区切りつくので見やすいかなと思います。こういったアニメ作品がありながらも新たなですね展開も迎えていきます。一番最初にあったあの1980年代後半、トランスフォーマーで遊んでいるその自分の子供たちを見てですね、いつかトランスフォーマーたちの映画を作れたら面白いんじゃないかと考えていた男がいます。彼こそが巨匠スティーブン・スピルバーグ。CG 技術が発達した後、もっと若い監督に任せようということで、マイケル・ベイが監督を務め、もう超ドエンタメの爆発しまくりの作品、超スタイリッシュな変形をする実写版のトランスフォーマーが2007年に公開されて、興行収入は7億900万ドル。この年の第5位の興行収入を記録するという大ヒット。この年はパイレーツ・オブ・カリビアンの3作品目だったり、ハリポターの不死鳥の騎士団とか、スパイダーマン3も公開された年で、まさにこの世界的な人気シリーズなのではないでしょうか。ざっくりとなんですが、なんとなくのつながりはここまで見えてきたと思います。ここからこのシリーズの未来についてもお話ししていきます。現在40周年記念としてトランスフォーマー展が行われて、映画もですねすでに続編を2つ予定しておりまして、1つはそのビースト覚醒の実写映画の続きが予定されておりますし、G.I. ジョーとのコラボ、シェアードユニバースも計画が進められているそうです。まあ抵抗感ある人もいるのはね、全然理解できるんですが、ルーツ的には G.I. ジョーとトランスフォーマーがコラボするっていうのは結構意味が深いですよね。エモいと言いますか。まだまだこれからいろんな展開が実写作品の方でも期待できる。海外だけではなく日本でも今話題になってますよね。40周年記念アニメが制作されて、このキルラキルとかグレンラガンとかね、人気アニメを手掛けたスタジオトリガーが作っていると。このスタジオトリガーがあるコラボ作品を手掛けたことがあるんですね。まあいわば元となった作品であるダイアクロンとグリッドマンのコラボ作品をトリガーは手掛けたことがあります。今回の40周年記念アニメもグリッドマンを作ったの、そしてダイアクロンとグリッドマンのコラボを作ったのもトリガーということで、しかも40周年記念もグリッドマンを作ったのはどちらも天宮監督なんですね。かつてグリッドマンユニバースというアニメ映画作品を作った時はまだまだやりたいというふうにもおっしゃっていたので、スタジオトリガーで、日本版のトランスフォーマーのアニメが作られたりとか、いろいろとこれからタカラトミーの映像展開を予感させるような動きを感じさせてくれます。そして今現在このトランスフォーマーの始まりの原点となる二人の物語が映画館で公開されていくわけなんです。はい、熱くなってきたところでまとめに入っていきましょう。今回はその主人公は先ほども言ったようにコンボイの前身にあたるオライオンパックス、彼は D16 というですね後のメガトロンとなるトランスフォーマーと実はかつて鉱山労働者の親友同士だったということが明かされていきます。エリータ1や後のバンブルビーになる B127 も登場してきて、若い彼らが変形するトランスフォーマーとして覚醒する姿が描かれていくそうです。コンボイたちの合言葉は宇宙は一つ、これはいろんなシリーズで語られていましたが、メガトロンもですね実は座右の銘が昔から圧政を通じての平和だと言っています。自分たちの平和を求め続けて、あらゆる時代、あらゆる場所、あらゆる世代でずっと争ってきたという悲しいロボット生命体の物語でもあります。かつての友との長い決別の物語、一体なぜ2人はこうなってしまったのか、長いシリーズの原点となる一
一番始まりの物語が今始まるということで、トランスフォーマー1、ぜひとも映画館で味わってみてはいかがでしょうか。結構試写会の評判もいいらしいですよ。ということで、最後までご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録と高評価と皆さんのコメント何卒お願いいたします。それではまた次の作品でお会いいたしましょう。さよなら。バイ。